どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。トロリグミに新しい味が出ました。こちらはオリジナルをアップグレードした感じに見えますね。名前がおしゃれで色もものすごくカラフル。それはこちらです。トロリーサワーデュオクローラーズの紹介です。トロリーのサワーデュオクローラーズ、グミサイドと柔らかいサイドがあります。後ろの方には味が書いてあります。グアバストロベリー、マンゴーパイナップル、そしてウォーターメロンシトラスが載ってあります。グアバ味のグミは見たことがないし聞いたこともありません。値段は2ドル70セント、日本円で300円ぐらいです。グミサイドとソフトサイドっていうのがね気になります。サワーパウダーがたっぷりかかってあります。グアバストロベリー、マンゴーパイナップル、そしてウォーターメロンシトラス。綺麗ですね。フルーツの香りがして美味しそうです。グアバストロベリーから食べたいと思います。いただきます。柔らかい方とちょっとだけ硬い方がありますね。ハード&ソフトグミみたいな感じになってあります。でグアバ味はイチゴとは全く合わないです。苦い味がして組み合わせも変です。あんまり好きではない。続いてはマンゴーパイナップル。マンゴーとパイナップルのコンビネーションが最強。幸せな感じになるし、トロピカル感がたまらない。食べると口の中全体に広がる。最後にウォーターメロンシトラス。ウォーターメロンシトラスの方も美味ですね。スイカとシトラスの味が同時に来て味のバランスも完璧。一気に食べます。トリプルコンビネーションで抜群な美味しさになってあります。点数は90点にしたいと思います。マンゴーパイナップルとウォーターメロンシトラスはもう超美味しかったですけど、グアバストロベリーはあまり好きではなかったです。いまいちで、グアバとストロベリーは合わない。ストロベリーオレンジとか違う果物を入れた方がいいと思います。でも他の味はいいし、一番好きだったのはウォーターメロンシトラスでした。であとこのハード&ソフトグミっていうのもね結構好きでした。こちらはおすすめします。もし見たら買ってみてください。トロリーサワーデュオクローラーズの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。